ご視聴ありがとうございます。このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨という地域から野鳥などを撮影して季節の移り変わりをお送りしておりますけれどもね、まあ、夏鳥のシーズンということでね、夏鳥探索プロジェクトでございますけれどもね、なかなかねこの季節この野鳥を探すというのはね難しいんでございますけれどもね、普段私はまあ河川の堤防を歩いておりますのでね、まあ、雪釣りの、まあ、撮影ということにほとんどはね、まあ、なっているわけでございますけれどもね、まあ、逆にこういった季節ほど本当の意味での単調ということに、ね、なるのではないかなと思っております。時々このようにね虫に遊んでもらったりしながらね、またショート動画の方でね、ご紹介しておりますので、またね昆虫に興味のある方はご覧ください。このようにね普段歩いてる河川とは違うねこの野鳥の鳴き声がねこう頻繁に聞こえてくるんですけれどもね、鳴き声でね判断するっていうのもね難しくってね、そうこうしているうちにですね、今回この鳥ですかね、実はね今回、訪れておりますこの場所ではね昨年度、まあ、昨シーズンですね、キビタキにねようやく1回のみ出会えた場所であったのでね、今回もね、運が良ければ出会えるんじゃないかなということ出かけてみたわけですけれどもね、まあこれがね、まあ、ギリギリ撮影できたね、ま、オオルリだったんだね。まあオオルリにはね昨シーズン1回だけね出会ったことがあるんですがね、まあ、どうやらこの場所には生息しているということがね分かっただけでも成果であったというように思います。そして今回のね、主役のもう一つの野鳥がこちらでございますね。ちょっとね、聞いたことのあるようなないような鳴き声が近いけどね、近くで聞こえてくるもんですからね、耳を澄ましつつ目を凝らしてね、めっちゃ近いよ。これ一見撮影してるときはね、あ、四十からだったのかっていう感じでね、まあ、撮影はしているわけなんですけども、よく見てみるとねちょっとシルエットが違うんですよね。まあ、四十からに比べてちょっと頭の大きさの割合が大きいというか、ちょっとずんぐりとしたというかね、まあ、四十からの場合はこう正面から見た時に黒いネクタイに見えるような部分がね、非常に特徴的なんですが、その部分がちょっと短いような、鳴き声も小さい小さい小さいっていう、四十からより小さい小さい小さいっていう、ちょっと頭の形もねちょっとまあ特徴的であるように思いますけれどもね。そして鳴き声がね変化するんですよね。これもね野鳥にはよくあることなんですが、鳴き変わったと変わったね、チッチピチッチピになった、ちっちゃいちっちゃいからチッピチッチピ、まあ、ヒガロはねこのチャンネルでは初めてご紹介できる野鳥になりますね。私も初めて、ね、出会いましたのでね、
チンチロ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 リン。松虫じゃないけどね。なかなか野鳥の鳴き声ってね、こう聞きなしで覚えて、その場ではね、覚えたようなつもりになってもね、現場に行きますとなかなかこう聞き分けが難しいものですね。まあ改めてね、このヒガラの鳴き声をね、ちょっとインプットしてみたわけでございますけれどもね、まあ、今回はオオルリとこのヒガラのね鳴き声をこう、まあ、覚えるということで、しかしね、こう野鳥によくあることで鳴き声のパターンが非常に豊富なことが多いですしね、ヒガラにしましてもね、もうおそらくこの動画の中でもね3パターンほどね鳴き声が変わってると思うんですよね。そして、今回もね、ウグイスでございますけれども、ちょうどねこの山奥といいますかね、野鳥の鳴き声のみ聞こえるような環境でしたのでね、こう山びこに響くようなね、ちょっとエコーがかかったような鳴き声がね聞こえるのではないかなということで、しばらくね、辛抱強くちょっと撮影してみました。ちょっとシルエットなのがね残念なんですがね、ちょっとできるだけねアップにしてみようかということで、最近よく持ち歩いております携帯用のね椅子に座りながら、マニュアルでねピントを合わせながら、これでギリギリアップ、まあ、アップの、ね、限界ですかね。そしてねこれは、まあ、編集ソフトで明るさをね、この白バックですのでね、思いっきりこうちょっと、まあ、明るくしておりますので、こういったね引きの映像はちょっと飛び気味のね、映像になってしまっておりますけれどもね、まあ、この場所はね先ほど言いましたように非常に静かな野鳥の鳴き声だけが聞こえるような環境でしてね、非常に今回はまあ天気も良かったですし、歩いていてもまあ気持ちがいいというよりか、どちらかというとまあ暑いぐらいの、もうほとんど半袖でもいいかっていうぐらいのね、感じでしてね、ちょっとピンボケなんですがね、こちらの様子をご覧いただきたいんですがね、こちら最近ですね、この北播磨でもあちらこちらで出会いますね。総主張がねこういう場所にもね結構の標高の高い場所にね今回は出かけているんですけれどもね、こういったところにもまあ生息しているということでございますね。まあ、今回の静止画はね、先ほどご紹介しましたねヒガラの映像だけにねまあ、なってしまってるわけなんですけれどもね、まあルリビタキにしましてもキビタキにしましてもね、まあ、一応この場所には生息しているっていうことが分かりましたのでね、また出かけてみてね、チャンスがあればね撮影してみたいとは思っております。ちょっと夏鳥のね、撮影というのはいろんな条件がありましてね難しいんですけども、撮影の方がね、まあ、今後ともね、辛抱強くと言いますかね根気強くと言いますかね、続けてみたいと思っております。そして今回もウグイスを探せですね、結構近いのでね鳴き声が、ひょっとするとウグイスの方はねこちらの気配に感づいたのかもしれませんけれどもね、今回このようにね、まあ、歯作りをしているような姿が見えますのでね、まあ、結構こうリラックスしているというのかな、警戒しているような鳴き声を発している割にはね結構まあ、このようにねカメラマンから見てもこのようにめちゃくちゃ枝かぶりですんでね、それほどひょっとするとこちらの姿もね見えていなかったのかもしれませんけどもね、このように
くつろいでいる様子がね見受けられましたけれどもね。ちょうどねこう山彦がね聞こえるような環境でしたのでね、もっと頻繁に鳴いてくれていればよかったんですけれどもね、ちょっとねあまりにもリラックスしすぎかなこれはね。ということでね、今回はちょっと夏鳥探索プロジェクトということでね、まあ、勝手にそういったプロジェクトをね、立ち上げてみましたけれども、いかがでしたでしょうかね。いろんな意味でね夏鳥に出会うというか、まあ、撮影の方もいろんな意味でね気を使わなければいけない部分もありますのでね、そういった意味でいろんな課題はあるんですけれどもね、今後ともちょっと辛抱強くねこの北播磨のエリアで、やっていきたいと思います。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち、今日は一日ありがとう。